球スターは韓国が勝ってると大騒ぎしたものの、発表されたメンバーはそうじゃないと聞いて。実はそうなんですね。ご自慢の S 級スターすら日本に負けてね。そう話題になっております。今回はその件についてやるのでぜひ、最後まで見ていってくれよな。じゃあまずはその恥ずかしさを際立たせるために、あの伝説の S 級スター報道から見ていきましょうかね。もうみんなネタとして扱うほど伝説になってるよな。レベルの高い合格点を超える韓国。オールウェイズ出してくれる。その報道とそれに対する反応を見ていこう。日本の好調ぶりに警戒を強めるのが、宿命のライバルと言える韓国だ。ニュース誌時事ジャーナルは韓国と日本がアジアカップの決勝で対戦したら?と銘打った記事を掲載。国際 A マッチ6連勝中の日本と、今年2月に就任したユルゲン・クリンスマン監督の下で3連勝中の韓国との比較を展開している。宿命のライバル?見間違いかな?両国の現状についてカタールワールドカップでベスト16入りし、脱アジア級とも言われる日韓両国が今対決するとしたら、どうなるだろうか。直近の戦績だけを見れば、日本が圧倒的に優勢だと断言する同志は A 代表では2021年、22年と日本が続けて3-0で勝利した。年代別代表でも、日本が3ゴール差の大勝を収めることが相次ぎ、韓国サッカー界は危機感に包まれたと記した。さすが韓国と思うのが、脱アジア級と評されているのは日本だけのはずだが、そこに自国も入ってると当然のごとく言い出すとこだ。まずことあるごとに比較することをやめる、脱日本してから言えや。一方で最近では U20 代表とアジア競技大会の代表チームが直接対決で連勝し、トラウマはある程度吹き飛ばしたと強調する同志は、日韓両代表の主力を担う欧州組の状況にもメスを入れ、各リーグを代表するスター選手の数は韓国の方が多いという見解を示した。各リーグを代表するスター選手の数は韓国の方が多い。これも覚えておいてくれ。この後メンバーを見るときに笑えるから。こいつら人を笑わせるのとムカつかせることに関しては天才的だな。2021年の韓国は、例のウイルスの余波でソン・フンミンをはじめとする欧州組がまともに代表活動に参加できなかった。韓国はソン・フンミン、ファン・ヒチャン、イ・ガンイン、キム・ミンジェら主軸が日韓戦でことごとく機能できていない。10月の国際 A マッチ2試合で証明されたように、彼らがまともにプレイすれば、チームの力はレベルが変わる。見てくれ。自分たちだけがその影響をあったかのような主張をしているが、全世界そうだったはずだ。日本もな。被害妄想。教育の賜物やね。一方で日本は欧州組の選手層の厚さにより、2チームも作れるのが最大の強みだ。彼らは9月の代表戦でドイツ、トルコ相手に全く違うラインナップを打ち出したが、いずれも大勝。自慢の組織力と繊細なパスで崩していく戦術はレベルが高い。しかし、三笘薫、遠藤航、久保建英、鎌田大地、冨安健洋ら主力選手の存在感はソン・フンミン、キム・ミンジェ、イ・ガンインには及ばない。行くのはフランスでボロクソ言われてましたけど。彼らと私たちが見てる世界は別物だから。そのまま時空の歪みとかで消滅してくれんかな。さらにいわゆるワールドクラスに数えられる S 級のスターは間違いなく韓国の方が強い。A 級スターの数は日本の方が多いという違いがあると断じた同志はオーストラリア、イラン、サウジアラビアなどアジアのライバルとも明確な差を見せている両国がアジアカップ決勝で対戦すれば、世界でも評価を得ることが可能になる見通しだと論じている。今や欧州主要リーグでプレーするタレントがひしめく日韓サッカー界。アジアカップの大一番でライバル対決が実現するかに注目だ。もちろんライバルじゃないんすけどね。あたかも日本と同列みたいに語らないでほしいね。みんなの反応はこの時どうだった？ソン・フンミンとキム・ミンジェの二人は素晴らしい選手ですが、他の選手は日本代表の中に入ったらスタメンにはならないと思う。その二人が S 級ならあとはほぼ B 級でしょうか。それに久保と三笘は S 級ですし、他の日本選手もほぼ A 級でしょう。サッカーは11人のスポーツですし、総合力なら日本の方が確実に上。サッカーのクオリティと完成度は、日本と比べ物にならないほど低いのだから、比較したりライバル視しないでいただきたい。全面同意。今の日本代表たちに対してはもうソン・フンミン一人用がどうにかなるレベルじゃないよ。残念だけど。ソン・フンミンだけなら日本代表の中に入れるレベルだけど、他の韓国選手が日本代表に匹敵するかと言われればほぼ戦力外だと思う。確かに冷静に考えると思いつくのはキム・ミンジェくらいかな。あとは、カタールダブル杯の時に、必死にソンが最後尾まで戻って、そこから前線にっていうのをよく見ましたね。チームに必要なのはバランスだと思います。今の日本に彼がいたら、前線でもっともっと長い時間張ることができると思う。まあでもさ、実際の韓国代表ってどうなのかわからないのよね。興味なさすぎて。ちょっと冷静になって実際どうなのか知りたいわ。韓国代表がアジアカップに向けたメンバーを発表した。大きな大会だし、これが現段階でのベストメンバーのはずだ。見ていこう。韓国サッカー協会 KFA は28日、AFC アジアカップ2023に臨む韓国代表メンバー26名を発表した。ユルゲン・クリンスマン監督のもと、通算3度目の大会制覇を狙う韓国。カタール開催となる今大会に向けてはソン・フンミン、キム・ミンジェ、ファン・ヒチャン、イ・ガンインといったヨーロッパで活躍する主力が順当に選出。また、J リーグでプレーする選手ではソン・ボム軍が唯一の招集となった。
その一方で、フォワードファン・ミジュのリッチシケら一部主力が招集外となった。韓国は今大会でグループ E に入っており、来月15日にバーレーン代表戦、20日にヨルダン代表戦、25日にマレーシア代表戦を戦う。一部主力が抜けてもほぼほぼベストメンバーってことよね。アジアカップだからな。で、肝心のメンバーを見ていこう。韓国代表メンバー26名ゴールキーパーキムスング、アルシャバブ、サウジアラビア、ソンボム軍、湘南、ベルマーレ、日本、チョヨヌール、サンヨンデ FC。キーパーに関してはぶっちゃけ日本とそんなに変わらないくらいかもね。海外組かどうかって違いはあるかもだけど、実力的にはそんな差はなさそう。やっぱり日本はキーパーとワントップに問題が長年あるからな。でも逆に韓国はここで大差ないとやばいと思うんだよな。S 級スターが日本より多いらしいから、ここから豪華なメンツになるんやろ。知らんけど。ディフェンス、キム・ミンジェ、バイエルン、ドイツ、キム・ジス、ブレントフォード、イングランド、キム・ジンス、チョンブク、ヒョンデ、モータース、キム・テファン、ウルサン、ヒョンデ FC、ソルヨン、ウルサン、ヒョンデ FC、キム・ヨングオン、ウルサン、ヒョンデ FC、チョンスン、ヒョン、ウルサン、ヒョンデ FC、キジェス・ゴン、サムソン、ブルーイングス、キム・ジュソン FC、ソウル。なんだこのクソザコメンツは舐めてんのか。S 級スターは韓国が勝ってるそうだから、中盤以降がすごいんだよ多分。守る気ねえだろこれ。レイム、守る気がないんじゃない。守りきる戦力がないんだ。S 級スター誇る暇あったらディフェンスラインに多くの A 級スター揃えること考えろや。ミッドフィルダー、ソン・フンミン、トッテナム、イングランド、ファン・ヒチャン、ウルバーハンプトン、イングランド、イガン・イン、パリ・サンジェルマン、フランス、イ・ジェソン・マインツ、ドイツ、ジョン・ウヨン、シュツットガルト、ドイツ、ホン・ヨン・ソク・ヘント、ベルギー、ヤン・ヨン・ジュン、セルティック、スコットランド、ファン・インボム、ツルベナ、ズベズダ、セルビア、パク・ヨン・ウアル・アイン、UAE、イ・スンミン、クワンジュ FC、ムン・ソン・ミン、チョンブク、ヒョンデ・モータース、パク・ジン・ソク、チョンブク、デ・ヒョンデ・モータース。ディフェンスラインに比べるとマシだけど、日本と比べるとコナミ感が。アジアレベルじゃない日本と比べるのは酷だぜ。お前らが比べ出したんだろうが。フォワード、ロング、セルティック、スコットランド、チョ、デュソン、ミッテラン、デンマーク。というメンバーになったわけだが。思ったよりそう薄くてビビった。S 級スターの数も日本に負けてませんかね。とりあえずみんなの反応も見ていこうぜ。韓国が誇る例の4人以外はほんとカットしないな。決勝まで来れんと思う。まあでも、日本と比べるとあれだけど、アジアではやっぱり豪華だと思う。そう。でも韓国さんは日本と比べてしまったからね。ならこちらもそれ基準で見させてもらいますよ。攻撃には高タレントがいるけど、中盤から後ろはキム・ミンジェ以外ボロボロだな。チームとしての組織力や選手の総合力は日本の方が間違いなく上。ただソン・フンミンとファン・ヒチャンには警戒が必要。アジアカップという点で考えると豪華なメンツだけど、日本と比べるとね。S 級スターの観点から見ても韓国は大して変わらんような気がする。あれだけ勝ち誇ってた S 級スターが日本と大差なく、A 級スターでは日本が上。それではダメだと思うんですが。面白い人たちですよ。だからね、やっぱり大騒ぎしない方がいい。おとなしくしときましょうや。え？できない？断行でお願いします。ということでみんなは今回の件どう思っただろうか。高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてくれ。それではまた次回。